はい、ありがとうございます。すいません、路上ライブなんで何回も名前言わせていただきますが、竹本涼奈です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちなみに今日私のこと初めて見るよっていう方は教えてって言っちゃうちゃうおいいつもじゃあなんて聞いたのみんな分からん、まあいいや、でも見た感じで分かるんでね、この後、まあ初めてだよっていう方には声かけさせていただきたいなと思うので、よかったらそのまま、お待ちいただけたらなと思います。まあね、この後まだ9時ぐらいまで何回も歌い続けたいなと思ってるので、よかったら、見てくれたらなと思います。ではですね、まあさっきも言ったんですけど、路上ライブ久々なので、ちょっと路上ライブの歌を、私が作った路上ライブを何回もするにあたって感じたことを曲にした歌をね、最後、一部最後お届けできたらなと思います。心を込めてお届けしたいなと思います。それでは聴いてください。
この後はですね、ちゃんと私もマスクとフェイスシールドをしてですね、皆さんの元にちょっとなんていうの、チラシを配りに行ったりいろいろしたいなと思ってますので、よかったらその場でいてくれたらなと思うのと、まあ、私もね、まあ、こんな状況ですけどちょくちょくライブさせていただいておりまして、配信でも、ライブをさせていただいておりますので、よかったらこの後お声掛けいただけたらすごく嬉しいなと思います。まだまだ歌いますので、よかったら、その後もいてくれたらなと思います。とりあえず一部終わりたいなと思います。竹本里央奈でした。ありがとうございました。一部終わり、楽しかったですおもろかった